大阪の上と申します。私はちょっと最初に自己紹介させていただきますと、研究分野としては社会科学系といいますか、森林、林業、山村、あと木材、木製品というか林産物の、生産率商品というようないろんな分野があるんですけれども、森林林業木製品に関する、社会科学的な手法を使って、分析するという大きく言うと、そういう、分野におります。で、実は若干タイトルはですね、森を切るという大きい全体のタイトルに、合わせたような形で、思い切って森を消費する私たちしてみました。で、ちょっと、サブタイトルなんかを見るとですね、先ほどの瀬川先生の話となんか若干かぶっているようですが、実際はですね、もう瀬川さんの話で、皆さんよく勉強されたというか、私も勉強になりましたけれども、その木材資源をどう利用していくべきかという話はもう、終わったということにしまして、木材は、私たちは木材を使う、間違いなく利用していくという前提で私の話は、始めさせていただきます。まずですね、どのように、始めないとして、どのような模様を消費してきたかというのは、要するにどんな国のどんな木材を私たちは使ってきたか、使っているかということ。それから、第3章がその誰が消費する森を決めるのかという章だったのを名前にしてるんですけれども、これはその木材消費が決まる、プロセス、現実的には先ほど長谷川先生の話にもありましたけど、木材需給のこうグラフ、私も後で見たようなのを出しますが、というのはその住宅の建設コストというふうに言うと非常に大きな関係があるんですね。なので特に木造住宅の、建設にあたって使用木材がどうやって決まるかという、実際ご説明するのはごく単純な結論になることになってしまうんですが、そういう話をします。それから今後私たちはどんなものを消費していくか、要するにどんな木材を、使っていくことになるのか、あるいは取るべきなのか、どういうお話をなります。ちょっと字が小さいのでどうでしょうか。テキストの方にも書きましたけれども、私たちはとにかく意識するしないに関わらず日々木材森を消費しております。で、ちょっと余談ですが、その森を消費するというちょっとなんかこう、変な言い方になっていますけれども、私の話自身は木材、木質資源というふうにも考えていただいている。ただ例えばですね、レクリエーションとか保険給与の目的で私たち、森を歩いたりします。例えばそういう森の利用の仕方も、一種の森の消費ということは言えるで、消費、木材を利用すると木材、その木材はなくなるというか森からなくなりますけれども、じゃあ森をそのレクリエーションで歩いたら、でも森はなくならないじゃないかという思うかもしれませんが、実際はいろんなこう負荷を、森林の環境に与えて、いろんな問題が起こってきますが、それはすみません、余談で今日の話には入りません。はい、それでは、ちょっと元に戻りまして、で私たちはこれはご存知だと思うんですけれども、国内の森林資源よりも多くの外国の森林資源を消費しています。で、なぜそうなってきたかという、これも先ほどちょっと簡単に価格、木材価格のお話がありましたので、単純に言うと、値段、価格の問題というふうになりますが、まだそれだけではない問題もあります。それからですね、それから、私の、すみません、間違えました。ですね、私の今日の話の中で一つはですね、1990年代半ば以降に、実は木材需要の動向というのは一つの変化があった。
建築用材の話をすることにしておりますので、まあ、住宅建築業などその木材を需要するその産業側の、まあ、ある種の構造に変化があったという話をさせて、で90年代半ばで2000年すぐなんですけれども、ところがこう2000年代以降また違う変化が起こっています。でこれが大きいトレンドなのか一時的なものなのか、まあ、判断に迷うところもありますけれども、まあ、とにかくごく近年の変化の内容と今後の方向性について、まあ、今日の話全体で考えていきたいと思います。これはですね、私たち、まあ、我が国の日本のですね、私たちが木材を需要してきた量、そのですね、内訳が、書いてあります。で下からこの一番大きい、一番大きいっていうか、こっちでは違いますけど、このボリュームで、消費してきたのが製材、ちょっと見ますね、製材用ですね、角材とか板材とか製材用、建築用材もちろん。それから、この次がパルプチップ用、この用途はもちろん、紙になります。紙になります。でその次この黄色のところなんですけれども、これが合板用、ご存知かと思うんですけど、木材をこう薄いかつらむき状態にしたものをこう交換ながら貼り合わせて、で、そうですね、この足元もそうでしょうか、合板、まあ、建築用、まあ、家具材にも使われますけれども、建築材料で、あとですね、このちょっとこれ色があんまりよろしくなくて境目が分かりにくいかもしれませんが、この1955年から、70年代にかけてこう消、まあ、消失、完全には消失してませんけれども、この用途が新単体ですね、薪、炭で、まあ、今でももちろん全然なくなってるわけじゃありません。こういった何ていうんですかね、田舎では例えばお風呂の沸かすのには薪なんかいまだに残ってたりするかと思います。ただ70年代までには、まあ、まあほぼ収束したいわゆるエネルギー革命といいますかね、です。そうするともう70年代以降はほとんどこの製材用、パルプチップ用、合板用と、まあ、これも量的にはそんなにないんですけど、このその他用という、実はこの4つをですね、溶剤というふうに区分してます。これは宮町 その統計上 の区分でして、でそのこれちっちゃいんですけど統計にこうやって載ってるんです。新炭剤と椎茸原木っていうのが必ずついて、我が国の用途別木材需給というふうに必ず木材需給表では載っております。ですがこの後の話は製材用、パルプチップ、合板用、その他、この溶剤と言われる部分を中心にお話しします。まあ、量的にも、もうほぼ大部分を占めていますので、こちらの話を、させていただきたいと思います。じゃあ、さっき量的なものはまあ見ましたけれども、ちょっと一回戻るとですね、製材用というのが、まあ、初めの頃はですね、まあ、新炭も多かったですけれども、かなりの割合を占めてたんですが、実際今これ4割を切る、この木材需給全体のです、4割を切るようなことになっています。でパルプチップ用というのがまたそれを上回るぐらいですかね、割合で増えてきてますね。であと合板用も割合で、ここはとにかくリーマンショックで非常に落ち込んだで、またちょっと回復してるんですけど、まあ、こういう事態ですので、この割合がどうのこうのというのがこう、なんと見えないところがあるんですが、まあ、相対的には増えている。で先ほど言い忘れましたが、要するに、石油オイルショックですね、2回のと低成長期、バブルとその、まあ、崩壊というような形で、こう景気変動に乗って木材需要量というのは推移しております。で特にですね、この、まあ、これ日本2010年の数字を入れてちょっと上がったんですけれども、去年作った時なんかもうこのラインっていうのはもう60年代と60年代ですか、もしかしたらそれ以下ぐらいに
木材需要量というのが減っておりまして、私がちょうどこの勉強を始めた頃にですね、大学で、まあ、大体1億、まあ、1億2000人日本の国民があったんですが、大体年間1億リューベル、1億2000リューベルとかね、多い時そうですよね、ぐらい立方メートル、1億2000立方メートルぐらい木材需要というのがあるものだというふうに、習いました。習いましたというか、まあ、その頃そうだったんですけど、でこれが考えられないぐらいに、ある種落ち込んでいるということです。そうしましたら、はい、でですね、で 今お示ししたのは、まあ、量的な話だけでありまして、そしたらこの木材需要はどこからの木材供給によって満たされてきたのかと。で、後でちょっと木材自給率のグラフは出てくるかな、と思うんです、出てくると思うんですが、大体2000年代の前半というのは木材自給率は 20% かそれを切るぐらいね、とにかく最初 20% 切った時も大変なことだということになりました。で、それぐらいの水準で来てたわけです。で、結局8割以上が外国から、まあ、はっきり言って外国から供給されてきたわけなんですけれども、その間、じゃあその外国から の輸入っていうのは安定的にと言いますかね、大体どこからどれだけっていうのが決まってたかというと、ちょっとこう結論見えた、あとグラフが出てくるんですが、見えたところでというところですが、相対的に言いますと、北米や東南アジアからの輸入が減って、まあ、実はその他の地域とか、ですね、その他の地域って何かというと、南半球のニュージーランドとか、です。あと、南米地域とかですね、そういう輸入、それから欧州、ヨーロッパからの輸入が増えているというのが、まあ、後でお示しします。で、要するには自給率が 20%、まあ、この時期ですね、20% 切る中、もちろんそれ以前もですけれども、私たちは世界中の森を消費してきた。で、そのまた中身というかね、その場所も少しずつ変わってきたっていうのが、わかります。はい。で、ちょっと地のこの白抜きはまだマシなんですが、ちょっとこちらの方が、これがですね、1996年から2010年までの、まあ、さっき、なんていうか、山積みのグラフだったんですけど、まあ、これはちょっと年ごとの棒グラフに書いてみましたが、これは日本、溶剤、さっき言った4つの用途に分けられる溶剤に関してですね、について、どこの地域から供給されたかという、その推移を示したものです。で、まあ、この一番上が国産材ですので、ちょっとこれ、自給率の棒じゃなくて、折れ線グラフのように示してないので分かりにくいんですけれども、この全体の、需要量の中のこの国産材の割合というのが自給率になります。ちょっとこれ、ね、これ線を入れた方が良かったという話をしているんですけれども、です。で、じゃあこれ以外、このちょっと分かりにくいと思うんですが、この赤青紫っぽい、この色以外が外国からの木材と。で、1996年の段階ですと、これですね、これ、もしかして見えないかもしれないけど、テキストの方のこれ図2と同じです。で、これ、米材とかってあります。米材じゃなくて米材。これは、まあ、アメリカというか北米という意味でして、カナダとアメリカ合衆国からの材です。で、これはですね、統計上こういう分類になって、こういう用語が使われてますので、ちょっとそのまま使わせてもらっています。なので、他のもそうなんですけど、ちょっと若干説明の必要な場合があります。これが、米材という北アメリカにありますが、カナダと北米からの材。で、ボリュームとしては非常に多く。でこの次に、南洋材というのは何のくくりかというと、まあ、これは東南アジアと考えてください。東南アジアの国々、インドネシアとか、ですね。で、この黄色いのが、ちょっとここに示しているんですけど、北洋材、まあ、南洋材、北洋材、何のことかと思いますけど、この北洋材というのはロシア材と、これはもうイコールと考えて、私学生の頃ソ連材と言ってましたけど、ロシア材ですね。で、すみません、このちょっと分かりにくいこの区分がその他の外材ということになります。で、まあ、その他の外材の内訳はテキストの方にも書きましたけれども、後でお説明します。
で、この96年から、これは、この間ですね。で、何が起こったかというと、さっき のグラフの、からも分かるように、まず全体 その需要量自体がこう落ち込んできたと。まあ、バブル崩壊直後ですかね。で、ここはちなみに、ガクンと落ちているのが、おそらくですが、消費税が 5% になったんですね。で、その前の駆け込み需要で、それなりにここは住宅とかが建ったりして、国産材需要がちょっと増えて値段も上がったんですけれども、その後ガクッと効きました。それがこの段階です。で、あと、そのボリューム自体が下がってきているというのと、相対的にこの、米材ですね、北アメリカからの材料の割合が減っている。で、南洋材、東南アジアからの割合も、相対的には減っていたと思います。ちょっと今数字が出ておりませんが。で、ですね、あと、実はこのさっき説明したんですけど、ここにですね、2001年に急にこの欧州材っていう区分ができるんです。で、このヨーロッパですね、北欧だけじゃないですけど、ヨーロッパの材で、この以前はどうだったかというと、この、その他の外材というところに含まれていました。で、ちょっとこれ突然この時期になって欧州材というのを無視できないということになって、統計上こう区分し始めたというわけなんですけれども、実際じゃあこの欧州からの輸入量が、急にここで増えたわけではないだろうと思ってちょっと調べたんですけど、実際ちょっと図を作るまでにはちょっと及ばなかったんですけれども、実際はですね、このちょっと前、1945年ぐらいから、大体この頃の半量、この頃 半分ぐらいでしたけど、ボリューム的な需要が現れて、徐々に増えて、この間、顕在化していったというのが実態のようです。さて、そうしてですね、忘れてる。それでは次に、その自給率ね、この図では全くもって、ちょっと自給率が見えないんですけれども、こちら、これもテキスト13と同じで、ちょっと書いてなくて申し訳ないんですが、これはですね、このさっき分けた4つの用途別に、ちょっとあまりいいグラフではないんですが、4つの用途別に、木材自給率というのの推移を見てみました。要するにですね、用途によってこの自給率の水準というのは違うということを、言いたかったと。で、その全体この4つの用途に分けられる用材の K がここにあります。K というか全部一緒にした場合の自給率。これがいわゆる自給率ですね。さっきのグラフに載ってたら分かりやすかったですね。で、これは99年からのデータなんですけれども、大体 20% を切るぐらいで推移したというのがここです。で、そこから若干というか、上がりまして、で、27、8% ですか、までいったのが2009年だったんですけれども、2010年はちょっとさらにです。これは全体でして、じゃあ、この中で一番自給率が高いのは製材用なんですね。で、この一番低かったときでも 30% を超えてましたし、ここでは45% に迫る、迫くないですか、ぐらいまでいっていると。で、一方、非常に低いままなのが、低いままというか、これですね、すみません、分かりにくいですけど、この黄土色のパルプチップというのは、10数%で、ちょっとここで一瞬増えましたけれども、大体10数。で、これはご存知のように、さっきですね、間違えた。先ほどのグラフで、その他の外材というのが、申し訳ない、これ見づらいんですけれども、その他の外材というのが、実は相対的に結構増やしてるんですけど、これがオーストラリア、ニュージーランドから、かなりの量 のパルプチップ用 の木材
あのソーセージ樹と言われる早く大きくなるというですね、ユーカリの仲間とかをあのせっせと、生産している。どうも私もちょっと詳しくことまでは知らないんですけど、十数年ぐらい、まあ、20年経つか経たないかで伐採して、チップにして、日本その他に送っているようです。これがこの部分で、そんなのがガンガン入ってきますので、パルプチップ用というのはの国産材の比率は非常に低いです。でもう一つここで注目していただきたいのはこの防犯用なんですね。ちょっとこの黄色で、これが意外と、意外な勢いで自給率を増やしていると。これが2000年代からこうぐん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 増えているんですね。で、合板というのは先ほどあの申しましたが、この多分床に貼ってあるのがあの合板で、まあ、ベニヤといわれるその薄くスライスしたものを貼り付けて、使うと、はい、ですね。で、これはですね、例えばイメージとしてはその先ほど南洋材って括り申しましたけれども、東南アジアの熱帯林とかが破壊されて日本で、非常にこう消費されているとかいろいろ問題になった、まあ、そういったことがよく言われたのが、まあ、かれこれ 20、30年前でしょうか。でその頃はあの日本で合板というかほとんどそのラワン材、ラワンの仲間、バーガーキーカーの植物で、そういったあの東南アジアで取れる木でした。ところがですね、まあ、これは、まあ、実を言いますと2000年代以降そういったそのラワンとかは広葉樹なんですけれども、広葉樹でなくて針葉樹を材料とした合板というのがあのどんどん作られるようになりまして、各メーカーはそのどんな針葉樹で合板を作るかというのを随分研究を重ねました。でその中でですね、まあ、ここまで伸びた理由というのは後でまた申しますけれども、意外と伸びているという、まあ、ちょっとこうただ木材というだけじゃなくて用途で見るとちょっと違うということが分かっていただけると思います。それではですね、ちょっと我に返ってここのね、まあ、主に製材用、製材用を考えています。で、製材需要、製材というのは先ほど言いましたけど、まあ、家具とか板とかそういうふうに引いたものなんですね。で、この製材需要はね、大体8割ぐらい、今も8割ぐらいだと思うんですけど、っていうのは建築用材です、用途としては。で、その建築用材っていうのに、じゃあ、何が使われているか、あとそのなぜそうなるのかということを、ちょっとお話ししたいと思います。でここでは、まあまあ、建築用材というとまた建築物っていろいろありまして、そのマンションとかは鉄骨鉄筋とかで作られるんですけれども、まあ、内装に木材を使うこともあるわけですから、それも建築用材といえば建築用材です。ただですね、やっぱりこう骨組みが、木材であるということが重要ということで、こう構想建築物ではなくて、まあ、まあ一戸建てという、戸建てを想定します。で、戸建て住宅の中でも、まあ要するに個人建設持ち家ですね。で、まあ、個人建設持ち家じゃなかったら何になるかというと、分譲住宅。まあ、要するに会社が建ててから売るものと、個人が建築主になって建てる場合が、まあ、あるわけですけれども、でまあ、会社が建てるときには、それを決めるのは会社であろうか、木材に何するか決める、まあ、それは大体もう推測するまでもないんですが、じゃあ、個人建設持ち家というものの場合、そのいわゆる、まあ、分かりやすく言うと注文住宅ですね、個人が建築主になって建てると、でその木材を決めるのは一体誰か。言うんですけど、実はこれはいろいろ調べて見ますと結局はですね、建てる業者さんが実質決めてると言っていい状態です。でこれは90年代実際私がいろいろ調査した時もそうでしたし、他の研究者の方が各種アンケートを用いて調べられても、そうですなんですね。で実際じゃあその内容はどうかっていうと、大体90年代の半ばまでで言いますと、まあ、ちょっといろんな用語が出てきますが、その木造住宅の中でも、まあ、在来高校住宅というのは、
まあまあ、昔ながらといったらあれですけれども、日本の伝統的な木造建築の流れを組む、柱と梁で組み立てられる、まあ、工房と思ってください。でこうそういう、普通の木造住宅の柱、梁、桁といった、まあ、これ主要構造材と呼びますけど、まあ、この建物の構造は何と言ったらいいのか、まあ、在来工房と言っていいんでしょうか。例えばちょっと柱といえばこういう建物の材料ですね。で梁、桁っていうのはこの横、こう走ってますね。でこういう材料で、でそのまあこれも先になんかこう結論を言うように恐縮なんですけれども、この主要構造材に非常によく使われたのは米松という、これ米松、そのアメリカの松というんで米松と言います。でこれまあ英名ではダグラスパーと言います。であるいは米津が、これはヘムロックと言いますけれども、まあ、この2つが非常に多かったですね。でじゃあ国産の木材、ヒノキとか杉とか日本の山に昔からいっぱいありますが、それはどうなんだと言いますと、もちろん全く使われないわけではありません。まあ柱とか土台なんかにこう使われることはありますが、圧倒的に量的に多かったのはこの米松やり米津。それが先ほどのちょっとグラフも間違えた戻りますと、これですね、この米材のまあ量っていうのは、まあ、こういった先ほど言ったようなそのいわゆる木造住宅の柱張りの部分、まあ、実質ですね、この私が今話したのはこの90年代半ばまでと言いましたが、ちょっとこう切れちゃってて申し訳ないんですけど、この実際ですね、こう日本の木造住宅はもう米材によって支えられていたと言っても過言ではないということです。ところが、その大体90年代半ばを境に一つの変化が起こりまして、まあ何かというとですね、建築用材、まあ、建築用の製材木材ですね、要するには、十分に乾燥していること、でそれまでは実はあまり乾燥してなくても、まあ使った、まあ、使えるという認識が、こう、建築、なんて言ったら、住宅産業界にはありました。で実際十分乾燥してない木材も出回っていましたし、十分乾燥してなくてもなんとか家を建てられる、それが、まあ、大工さんがよくこう木の筋を見たりとかですねいうのもありましたし、あるいは実は乾燥してないと何が問題かっていうと、まあ、要するに家を建ててから変形してくることが問題なんですね。その乾燥に伴って木材が変形してくる、引いては家があるいは壁が変形してくるとかっていうことです。ですが、まあ、それは木の癖を見て組めば大丈夫というような、そういう技能を持った大工さんもいますし、あるいは、まあ、そうなった時に、まあ、考えようぐらいの工務店もありましたし、まあ、なんか使ってたんですよね。ところが90年代半ば以降、やっぱり乾燥していることっていうのは非常に重要になりました。でこれ人工乾燥剤っていって釜に入れて人工的に乾かすんですけれども、人工乾燥剤とか、あるいはもう完全に乾燥した、まあ、板状のものを貼り合わせて作る修正剤、まあ、完全にこれも完全乾燥剤ですね。あるし、まあまあ後から変形しないことはないというふうには聞いてますけれども、まあ、要するに乾燥剤、こういった需要が高まることになりまして、でこの一つというのは、その理由の一つというのは、機械プレカットものだったんです。でこれもまあご存知の方もいるかとは思うんですが、でこれがちょっと今どれだけ写真が分かるかどうかのなんですけれども、先ほど言いましたね、そのこうこの例が正しいかどうかわかりませんけど、こう柱があってですね、この建物の例にしますけど、まあ、柱があってこういう梁で、ここにこう接合部がありますね。でこういうところをこうなんていうんですかね、書き切った、ですね、それを組み合わせて建てるというのが、このいわゆる在来木造住宅で、長手方向にも継ぎますし、継ぎ手といいますし、支口といって、その直角にこう組むわけですね。土台と柱をつなぐとか、梁と柱をつなぐ。でそれはいろんな加工の仕方がありまして、伝統的には大工さんが手加工で
もちろん、まあ、のみを使ったり、まあ、ですが、まあ、簡単なもちろん道具電気使うような道具なんかももちろん使うと思います。でこれが、まあ、その実はその大工さんが手で、加工したところですね。でこれちょっと部位が同じではないので比較としてはあまり良くないんですけれども、これ柱の仕口のところだと思うんです。でこれがちょっと土台の継ぎ手のところなんで比較にはならないんですけど、ここで実はちょっとできれば写真から分かっていただきたかったのが、こうちょっと丸くカーブ なんていうの丸くなってる加工の位置が、でこれはこの機械でやるんですけど、要するに回転する刃物で切削しますので、こういう丸いっていうか曲線が現れるんですね。ただちなみにこの途中こうやって穴を掘ったりする、これも全部機械でやって、ラインに木材を流すと今やコンピューター制御でこういう加工を次々にしていくというのがプレカットなんですけど、これが大体まあ、実際機械ができたのは1985年以降で、90年代を通じて広がりました。もう今や木造の在来工法ですねの8割9割方はこの機械プレカットをしてした上で、建てられている。まあ、こちらはどちらかというと少数派ということになっています。でこういうこの機械で切削するということが始まった時に、先ほど言ったその木材が乾燥してないと止まるということがいよいよというかもう急に問題になったわけですね。まあ、一つはその機械にかけるときにもうすでにこう反りが生じているような木材は加工に入らないと。で、あと加工してから反ってきた、曲がってきた現場でいかにこう対応しようとしてるもの、例えば、まあ、極端に言うと入らないとかですね、ずれてきちゃったと、穴と穴が、まあ、そういうようなことがあると、もう何のためにこう機械化して早く家を建てる期間を短くしようと、まあ、そういうこともあるわけですから意味がなくなってしまいますよね。であともう一つ、まあ、そもそもなんでこういう機械プレカットというのが広がったかというと、まあ、当時ですね、80年代後半から90年代にかけてまだ、まだ景気が良かったというとあれですけど、人手不足というのもありまして、要するに大工さんが足りない、あるいは腕のいい大工さんが足りない、そうなるとむしろその大工さんによってこうバラバラな仕事よりも機械で平準化する、でそれは腕のいい大工さんが刻んだら素晴らしい精度でできるかもしれないけれども、機械で何しろ平準化することの方が重要、特に大手のハウスメーカーとか、あるいは中堅のハウスビルダーと言われるような、まあ、大体年間数十軒から100軒ぐらいの家を建てるような住宅ですね、そういうところではこの機械プレカットというのを90年代に通じてどんどん採用していきます。で同時にそのことが、まあ、これは実は一つの、まあ、要因の一つでありまして、その後ですね、阪神大震災とかですね、いろいろあって、修正材の方がこう売りやすいというような判断もあったようですけれども、まあ、大きな要因の一つはこれです。でとにかくプレカット工場ではですね、一番使いやすいのは十分乾燥したのは修正材ですね、はっきり言って、まあ、人工乾燥材でもいいんですけれども、まあ、言ったらそれもばらつきが実は乾燥の程度になると、そうするとこれちょっとこうアップになってしまってかえってわからないんですが、これが一つの木材 の材面で、これがその 板をラミナって一個一個ラミナって言うんですけど、貼り合わせてこう出来上がってるんですね。でこれはちょっと読めそちらからは読めないと思いますので読みます と、これ材料はスプルース、バイトウッドと言われておりまして、頭皮ですね、ドイツ頭皮とかヨーロッパ頭皮っていうので書いてありまして、ハーリってここにローマ字でもハーリって書いてあって、これはフィンランドで作った、フィンランドで日本住宅用のハリとして作られた修正材です。でジャスマークがついている、ジャス認定工場のフィンランドにあるんですね。でこれを貼り付けてやってくると、でこういうものが日本のプレカット工場にドンと積まれてます、まあ、これ実際プレカット工場でこの間撮った写真なんですけれども、加工されています。でこれもちょっと無理がありますけど、
まあ、これ修正剤なんですね。あのここに線が走っているのが分かるんですけど、これが貼り合わせたところで、まあ、これもそうなんですけど、ちょっと難しいですね。がプレカット加工されて、ここにこれドンと積んであるのは、ちょっと中にこれ修正剤だとは書いてないですけど、多分修正剤で、これはオーストリアから来た。でこういったものがあのプレカット工場で、多く加工されているというのが、現実です。で、あ、で大事なことを忘れてました。でこれが実は先ほど見ました、欧州剤の輸入量が2001年に急に、まあ、欧州剤という枠が突然できたと言いましたけれども、これがですね、先ほど言ったこれフィンランドですね、これオーストリアですね。であのヨーロッパからこの頭皮の中まで、まあ、ホワイトウッドっていうのは、まあ、いわば、まあ、なんて言うんですかね、商品名じゃないんですけど、まあ、あの一般名みたいな形で、まあ、とにかく白いんです。でその日本向けに修正剤が多数輸出されるようになってきて、それがさっき の, あのグラフでは塊、欧州剤っていうその塊として現れるようになりました。で私は、今、そうですね、大体だから90年代半ば以降というふうにこの修正剤 の, あの、需要が増えた時期というのは認識してるんですけど、実際さっきの統計自体は、2001年から出てましたね。でもそのちょっともっと細かいのを見たところは、やはり95年前後からじわじわと輸入量が増えてきたと。でこの背景というか、まさにこういう事態があったためです。さて、でですね、じゃあ修正剤がいいんだということになれば、日本も、修正剤を作ったらいいじゃないかと、しかしですね、そもそもまあ生産コストの話、先ほど長谷川先生の話になりましたけど、とにかく相対的に高コストであると、日本林業は。で特にまあちょっと、まあ、主要樹種には杉とヒノキがあるんですけど、特に杉の方というのはその乾燥が難しいんですね。まあ、もちろんお金かけて時間かけたらできないことはないんですけれども、どんどんコスト高になっていくと。そうすると日本の木材で人工乾燥剤を作るんだ、あるいは修正剤を作るんだということになると、まあ、試験的に補助金を受けてやってる工場は ありましたけれども、2000年頃。なかなかこう、あまり見込めなかったと。で、ますますこう、なんか、なんていうんですかね、その国産の木材に関需要に関しては悲観的な見方が高まりました。まあ、一方でですね、じゃあこういうのと反対に、むしろもうその人工乾燥とかもね、無理やり石油を使って、乾かすんじゃなくて、天然乾燥というのは、まあ、実はそこの辺で積んどくというだけなんですけど、まあ、天然乾燥の方がこう木材の色目というのは美しく仕上がるんですね。でそういうふうにいいところを出して、で機械プレカットになんか かけるとじゃなくて、もう大工さんが手加工にこだわっていいところを表に出して、まあ、ちょっとなんていうんですかね、昔のそのすき家、まあ、すき家というか昔のその伝統的な木造建築と比べると多少節があってもいいじゃないかとか、まあいろいろあったんですけれども、そうやってその国産木材のいいところをね、もっと前に出して住宅作りをしたらどうか。これはですね、なんていうんですか、その林業家と、例えば林業家と設計者と工務店がこうグループを作ったり、みんなで協力し合ってこういう住宅作ったら林業もきっと再生するんじゃないかとか、みんなでこうそういうグループみたいなのがですね、全国各地で本当にたくさんできました。で今もいくつも活動しています。 で大変それは心強い、日本の林業にとって心強い取り組みなんですが、でただ結局一定の人の広がりを見せて、今ももちろん需要として一定の割合であるんですけれども、やはり木造住宅の主流になるということはないんですね。ないです。そうすると実は主流というかの部分はやはりこう修正材を使った家です。でそれは例えば今テレビコマーシャルで社名は具体的にはあげませんけど、住宅会社のコマーシャルをいくつかやって、その木造系のですね、やってると思いますけど、もうほぼ全て修正材を使っていると、お主流にして使っていると思っていただいて、結構です。ところがですね、この2000年、まあ、2000年
の前ぐらいですね、これここまでが、すみません、ちょっとわかんない。ところがですね、まあ、2000年頃を境に、いや、国産材でもやっぱり使えるっていうか、実際使われるようになってきたんですね。なんか ここの話とちょっと違いますけれども。でこれ具体的にどんな具合かというのを、見ますと間違えました。すいません、ちょっと話の順番を間違えました。じゃあ、この話はちょっとこの次にして、ここですね。その国産材のいいとこを生かした作りをしようじゃないかという例をちょっと見てください。で、これは一定の広がりを見せているものっていうのは、これが悪いというわけではなくて、先ほど言ったようにその主流にはならない、ということです。で、例えばこれは京都市内で研究で、地域の国産産材というか、正確には奈良県の材なんですけど、で、例えばその柱、ヒノキ、これちょっと隠れても見えない、これがそうですね。柱はヒノキであるとか、梁は杉と。で、この床も3層の杉のパネルなんですけど、とかですね。で、ところがですね、実はこういうその、必ずしも完全に乾燥してない木材を使うと、これ見えますでしょうか。これ2階の梁なんですけれども、これこう割れがピーッと入ってるんです。で、これは表面割れ、材の表面にこう割れが走るので、だけで、これが貫通してしまったらちょっとこれは問題と言われています。一応こういうことがあっても強度的には問題ないとされています。ちょっと私計測したわけじゃないので、されているという表現で許していただきますが、でこういうことが起きるんですね。で、これにやっぱりお客さんがこう耐えられないとかね、これは困ると、でクレームがつく場合があると。で、やっぱりこれは困るお客さんには売れないわけですね。こういうちょっと建てられない。でそのためには、こう、なんというか、いろんな、こう、事前に勉強会を開いたり、こういうもんだけど、大丈夫なんですよ、と、ちょっと一部洗脳と言ってた人もいましたけれども、すると。そういう、こう、なんか、努力というか、を重ねないと、こういった住宅が、作れない、売れないというところがあります。で、これ、もう一つですね。実はこれ同じ建築物で、先ほど言ったようにその柱、ヒノキの梁や杉で国産材でたっぷり使っているんですが、これは真柱という壁の中に入る補助的な柱なので、これ、ね、この白いの、これがホワイトウッドなんです、実はさっきのヨーロッパから来た。で、これがですね、なぜかというと、実はその、本当はヒノキを使う予定だったそうなんですが、実はそのヒノキの真柱というのは、これ壁の中に入る材を使って、それがその乾燥が十分でないためにですね、後でこう沿ってきた不具合というのがちょっと何回か出た。現実にこれを建ててる業者さんが言ってたんですけど、出たと。なので、もうヒノキじゃなくてホワイトウッドに変えさせてもらうということで、勝手にというかですね、もうそれは施工業者の判断で、変えたという。で、まさにその先ほど、実はこれまさにその施工業者がやっぱり後でこれがクレームになってくると非常に困るんですね。だからホワイトウッドに決めると、こんなんいちいちお施主さんの意見を聞く必要はないわけです。決めると。で、そういった、なんですか、その国産材をしっかり使って建てるはずの、ごめんなさい、家にも一部やっぱりこういう材料を使って、これ多分値段的にはヒノキとホワイトウッドで、多分ほとんど変わりないか、もしかしたらヒノキの方が高いので、ちょっとそれが使われる予定だった材料がどういったものか不明ですので、なんとも推測の域を出ませんけれども、それはですね、高い安いの問題じゃないですね。たとえ安くっても後で不具合が出てクレームが出て、その施工業者の信用に関わるというようなことが起きるぐらいなら、最初から高くてもというのは推測ですが、ホワイトウッドを使うということが あるまさにそういう例でした。はい。で、ちょっと時間取っちゃいましたけど、次へ行って、その修正材に日本の材料が使われつつあるという話がこれです。で、これは2000年代を通じて日本で、消費される修正材商品の供給量の推移なんですけれども、まず製品で輸入されてきている部分がこれで、国内で生産される部分がこことここを足したものですね。で、国内生産のうち材料が外材、材料が国産材だから、国内生産のうちでもほとんど国産材は、これぐらいのものだと。ところがですね、この国内で使われるうちの
比率を、国産材比率を見るとですね、これまあちょっとある意味自給率とはちょっと違います。を見ると、まああれ結構上がってるじゃないのというのがあるんです。ただ、こう、ここを 見ていただけると分かるんです。とにかくその、需要量自体が減ってるんですね、ここ全体の。で、その中で相対的にまあ国産材の利用が増えているということで、こういう、こう、右肩上がり のグラフになるということには注意していただきます。あとそのご飯の方なんですけれども、これはちょっとあの製品ご飯の輸入分が含まれておりませんで、国内生産分のみのグラフです。で、この国内で生産される、まあ、これの、ね、何倍か輸入してるんです実は。でちょっとその部分がついてないんですが、国内で生産されているされてきたご飯のうち、2000年にはですね、これ南洋材ですね、そのいわゆる東南アジアの、まあ、おそらくほとんどこれが紅葉ですだったのがでした。で北洋材ってこれロシアから、これはですね、あの紅葉樹じゃなくて多くはあのカラマツ、あのヨーロッパカラマツですね、あの針葉樹なんですけど、まあ、この南洋材北洋材でかなり占めてました。で、まあ、ちょっとグラフこれ色悪くて申し訳ないんですが、ところがこのずっと2010年に至るまでこの国産紅葉樹の材料として非常に増えてきて、国内で国産材の比率という、あの国内で作られる合板の材料としてはもう6割から7割の間が国産材、針葉樹が使われるようになってきているという実態があります。で、これの理由は、まあ、この大事なところが見えなくて大変申し訳ないんですけど、ここで北洋材の需要がぐぐぐっとこれだけあったんですね、実は。このすいません、この色が、でこれがぐぐっと減った。これはあのご存知の方も多いと思いますけれども、ロシアが、輸出関税を引き上げるということで、もう入ってこなくなったんです。てか、高くなったので、日本の合板メーカーはもうやめて、あのロシアのカラマツをやめて、日本の杉とかヒノキを使うようになったというのが、実態です。ただこれまあそうなんですけど、これだけ日本のこの針葉樹が供給されるためにはまた各種補助金がつあの突き込まれてですね、まあその細かいことは言いませんが、成り立っているというのが実は実態なんですけど、とにかく増えてきました。ちょっと最後駆け足になりましたけど、ただこのところその注目されている修正材合板向けの国際需要、国際需要っていうのが、まあせいぜい50年生までのまあ戦後造林木、要するにその品質としては別にその高いものは必要でないので、あの若いもので大丈夫なんですね。でその一方で例えば80年経ってる、100年経ってる、実は非常に長いことあの手間をかけて手入れをしてきて、というような木がもうそれまでの投資に見合った値段では売れないと。でこれはまあもちろんどんな立地条件かというので一言では言えないんですけど、例えば100年生の木であっても切って売っても大した利益を生まないということがあり得るんですね。もちろんそのどんな、状態であるか、その手入れが行き届いているかそうでないかとか、もちろんその条件にもよるんですけれども、ありますと。結局その林業家は意欲を失いつつありますし、もう、まあ、それだったら売らないという選択もありますし、あるいはもう林業経営というものを時代に引き継ぐ意欲を失って売るけどもうあとほったらかしですと、もう林業としてサイクルとしては続けないと。という、 こう造林法基地問題、先ほどもあのかぶってますけど、あの長谷川先生の話にありまして、実際これが密かにこう広がっている。例えばこの地域っていうのはこの地域とかですね、あの隣の、京北地域なんかも非常に林業自体は盛んな中心地なんですけど、もしかしたら結構植えてないとこあるよってなんかこう支える方もいます。まあ、本当のことはちょっと分かりませんが、意外に広がっている可能性というのはあります。結局何が言いたいかというとですね、やっぱりこの修正材合板向けというのはあの高い品質のものも必要ないけれども、あの要するに値段も高くちゃ困るというか、まあ、ギリギリのところであの買われている、売れていると。で結局そのことが それだけではないんですね。林業は続かないのではないかと。ところがじゃあみんなその100年の木を、ね、高いお金出して買いますと、我々がですね、一人一人がそういうあの選択ができるかと
先ほど言ったように、例えば住宅を建てるプロセスにおいて、一般の人は木材を選択するこうなんていうの機会というのはあまりないんですね。でそうなった時に、それが実態としてあるとすれば、私たちがもしその私たちの森、私たちの国の森を選んで消費する道筋っていうのは、あるんでしょうか、ないんでしょうか。こういうところで通ってていいのかという、どうすればいいのか、家とかよく分かるように言われるんですけれども、考え方と、一つはやっぱりこういったこう実態を知っていただくということが あるかなと思いまして、今日お話しさせていただきます。今後一緒に考えていただければと思います。すみませんが、ありがとうございました。